はい、じゃあ2本目です。これは今度は国際の話かな。クアッドの首脳会談が行われております。で、その中でインドの首相、モディさんですね、が、言ってること、インド、まあ、モディさんが反中国クラブ化に、慎重クアッド首脳会合で提言っていうね、うん、まあ温度差か、があるよって話、ね。うん、私も、実はモディさんに賛成です、うん、目的が対中国を封じ込めるためだけにある必要はないと思ってます。もちろん目的の一つではあるべきだとは思いますが、それのみに特化する必要はない。言ってるじゃないですか、こう太平洋とインド洋の安全を守ることが第一義であって、それをたまたま中国が脅かしているから入ってくんなって言ってるだけであってね。だから日本、私からすればシーレーンの安全が確保できるんならいいよ、勝手に引きこもってる大陸にって言えるんだったら、クワッドはそれで完成だと、成功だと思いますよ、うん、だから列島線がどうこう言ってんじゃん、シューちゃんがさ、あれが言わせられなくなればいいんだと思うのよ、うん、ね、実際この中にも、私たちは民主主義の価値観で団結している。そうだよね。価値観で団結している。共通の価値観を推進し、これまで以上に繁栄しに協力していくってモディさんが言ってるわけですよ。だから、こう、クアッドの理念として、反中ってのは、対中ってのは、本来は必要ないと私も思います。それはね、クアッドができた結果として、副産物として、対中の強硬姿勢を取らざるを得ない。いや、それはね、要は、我々の、こう、太平洋の安全を脅かすから邪魔だって言ってるだけね。うん。で、だけであって、そもそもの目的がそこにあるから、インド太平洋の海上の安全を守るのに、中国が邪魔だからっていう理由で、対中してればいいのであって、そこに最初から対中っていう目的を持ってくるのはどうかと思います。おそらく、誰が言ったかっていうと、アメリカなんでしょうね。うん、で、まあ、バイデンさん個人は媚び中したいのかもしれないけど、アメリカ自体は、どう頑張っても中国と喧嘩したいんだよ。うん、ね、お互いに調和しまくってんじゃん、うん、アメリカ自体は喧嘩したいのよ。バイデンさんはしたくないの、実は個人としてはね。うん、と私は思っとるよ。ね。アメリカは対中の方にばっかりこう向いちゃってるけど、本来はそこに重きを置く必要はあんまないと思ってます。うん。海上安全をまずは優先的。いや、本来の理念、あるべき目的はそこにあったはずってのを、呼び起こすためのこの森さんの発言は良かったんじゃないかなと思います。ただこの批判的な記事を書いているのが産経だってのは気に入らないんだけどね。余計にね。うん。いや、産経さんや、あんたがこれ賛成するべきだぞ、と私などは思う。中国とかさ、極だ、特和を叩き潰したすぎるぞ、産経さんや。そこに重きを置きすぎたらいかんよ、と。もうちょっと冷静に、クールに行こうぜ。はい。ね、その結果としてさ、我々の、こう、生活にやっぱさ、油が必要なわけじゃないですか。ガスが必要なわけじゃないですか。それを安定的に確保するために、あるいは飯を確保するために、そのためにシーレーンを安全かつさ、恒久的に動かしていくためのクアッドであるっていうのがまず第一義で、その次にさ、中共を封じ込めて少しでも大変出てこないようにさせるってことができれば私はいいんじゃないかと思うんで、この森さんの発言には私は大いに賛成させていただきます。何度も言ってますね。はい、皆さんはこの森さんの発言どう思いますか。そしてアメリカは本当に中国のことの封じ込めだけにクワッドを使いたいような気がしてきているんですけど、皆さんはいかがお考えになりますでしょうか。ありがとうございました。